これはホライゾンという、リサイタルシリーズなんですけども、はい、2回出演させていただくんですが、来週の25日水曜日は、はい、第1回目になります。それで、はい、共演者にギターの、松尾俊介さんをお迎えして、はいはい、若手の優秀な方ですね。そうですね、はい、素晴らしいギター奏者 で、はい、でギターとサクソフォンの、コンサートを、お聴きいただきたいと思うんですけども、はいはい、まあ、サクソフォンとギターっていうのはなかなかそのための作品っていうのがないので、まあ、ギターと例えば歌の作品だったりとか、はい、他の楽器のための作品だったりっていうのをサクソフォンで演奏、します。でやっぱりギターっていうのはすごく原始的な響きっていうんですかね、そういったものとサクソフォンの、はい、まあ、響きっていうのが意外に僕はすごくよく合うと思っていて、そういって、まあ、そういったその2つの楽器から、ダウランドの曲、また、はい、バッハの曲、まあ、バロックとか、はい、あとファリアの、はい、曲とか、はい、そこから、ちょっと現代に飛びまして、はい、唯一このプログラムの、オリジナル作品、ギター作詞のオリジナル作品で、はい、江村哲司さんの曲で、リョーアンに2という曲がありまして、はい、すごく美しい響きのする曲なんですけども、はい、それを演奏したいと思います。はい、あともう一曲、杉山陽一さんの、はい、作曲された、これはもともとはバロックフルートとサックバットのために書かれた曲なんですけども、はい、それをサックスフォンとギターで、はい、演奏します。ですので、はい、まあ、現代音楽から、はい、古い曲まで、いろんな曲をお聴きいただきたいと思います。はい、あ、そうですか、はい、はあはあ、で次に、その次に控えてらっしゃるコンサートでのことに、それじゃあ移っていただきましょうかね。はい、第2回目は、日本の作曲家の、方々が書かれたサクソフォンの、無伴奏作品に、はいはい、焦点を当てて、お送りしたいと思うんですけども、はい、今までやっぱりどうしてもサクソフォンという楽器をやっていると、まあ、西洋音楽に、向きがちな部分もあったんですが、はい、もちろん日本人の作曲家の曲演奏したり移植ってこともしてきたんですけども、はい、今回のように、まあ、一夜でそういった曲を集めてコンサートするというのは初めての試みで、はい、まあ、僕 の、 師匠である菅信也先生なんかが、はい、現代作曲、日本の現代の作曲家に、はい、積極的に移植とかしていって、はい、そういった素晴らしい作品が、ここ何年かでずっとできてますので、はい、そういった曲とか、あとなどを演奏したいと思います。はいはい、あ、そうですか、はい、それからあと今後のことですね、これからの活動についてどういうふうに向かわれるのかなっていうことで、もし何かお話しいただければと思いますが、はいはい、やはりこういう自分の、はい、活動してる、まあ、自分日本人ということで日本の作曲家っていうのを今回こうやって一度に取り上げるのは初めてなんですけども、はい、やっぱり今までやってきたそのコラボレーションと、はいはい、まあ、日本人の作曲家とのコラボレーションと、はい、今まで出来上がる作品、日本人の作曲家の作品、そういったものを、取り上げていって、はい、また新しい作品のコラボレーションなんかもしていきたいと思っていますし、あ、そうですか、はい、あとはやはり、まあ、今回ギターと演奏するっていうのもあるんですけども、はいはい、やはりいろんな楽器とのサクソフォンの可能性っていうのを試せていけたらというふうに思っています。それで作品をどんどん増やしていく、レパートリー増やしていけばいいですね。そうですね、はい、あと東京弦音計画というグループをやってまして、はいはい、まあ、それ現代音楽のグループなんですが、そちらの方でも、まあ、その編成のための、新しい作品などを結構、はい、書いてもらってるんですけども、やはりそういった今の世代、今の、作曲家とする仕事というのに興味がありますので、あ、はい、なるほど、そちらの方もやっていきたいと思います。あ、そうですね、はい、あと大石さんが割と実験的にいろいろやってらっしゃるのは、学生さんとの何かコラボレーションがあるんじゃないですか、はい、それについてちょっとお話しくださると、はい、専属学園音楽大学でその現代音楽を演奏する研究、はい、現代音楽を研究して演奏する、はい、ゼミを主催してまして、はい、そのゼミはもうさまざまな楽器とか作曲系の学生とかに、はい、開かれたゼミなんですけども、はい、そういった学生たちと作品を作ったりとか現代作品を演奏したりとか、はい、そういった、ことをしています。それで学区内のコンサートとあと学外でのコンサートも、はい、年に1回、行っているんですけども、そういった中で、まあ、学生との、趣味作詞創作とか、はい、それこそ今までできているその演劇的な要素を作る作品だったり、そういったものを、研究して、発表しています。学生さんも随分そういった方向に対する目も広い
広がってきてるんじゃないですか。そうです ね、あの先祖通学音楽大学は本当に幅広いあの科があるんですけども、はい、その例えば、まあ、音響を勉強する学生だったり、はいはいはい、アニメソングを書く学生だったり、そういった学生とかも日本のやはり現代あの日本のじゃなくて現代音楽に興味があるみたいで、はい、そういったことをあの学生と一緒にやってます。で次の次世代の音楽家たちにもそういう目が広がっていくといいですね。そうですね、はい、あのそういった新しいものに対する興奮心とか興味というものを、学生とともに自分も忘れないように活動していければと思います。そうですか、はい、あそうですか、はい、3月に、ミューザ川崎の、はい、大ホールで、昼と夜に分けて2回のコンサートで30分とあちょっとこれ分かんないな、ミューザ川崎で昼と夜に分けて2回のコンサートをやるんですけども、はい、1回目はあのミューザ川崎の大ホールに、はい、スクリーンなどを用意して、はい、映像とサキソフォンのための、まあ、作品などを、はい、僕が移植した曲なんですけども演奏したりとか、はい、夜の部はあのアメリカンミュージックナイトという題名にして、サキソフォンのために書かれたアメリカの、近現代の音楽ですか、そういったものを演奏するような、はい、コンサートを行います。考えてらっしゃるんですか。そうですか、はい、それはあのミューザ川崎に主催のコンサートなんですけども、あのとにかく大きなホールで、行いますので、チケットもあの短めのコンサートですので、チケットのお値段も割と求めやすくなっていると思いますので、はい、ぜひ、お越しいただければと思います。あそうです、はい、来年の、はい、3月ですか、はい、ちょっと今日にち見ていいですか。はい3月15日の、昼と3月15日ですか、はい、ミューザ川崎ですね。ミューザ川崎の、はい、ホールです。ああそうですか、はい、